クミさんが、まあ、LINE をね、そうしてたら、うんうんあ、93番がね、クミさんって、あのー、言ってからい,いたらもう、ね。LINE してたら、うん、まあ、カス県にね、うん、ぜひ来てくださいと。ああ<ー>、うん、まあまあまあ言いそうだね。でも春カスが、年明け、両方カスか。で、あのー、<laughs> もう今やね。うん。いいよもう気が知れないけどね。何がカスガになる <laughs> そう。 で、えっと、家来てくださいと。で、俺は思ったわけよ。なんか、うん、春日が嫌がるからな。そクミさんが言ってたのは、まあなんか、カメラが回ってないとね、つって、家では照れてましたけど、つって。で、照れであるならば、行ってもいいのかなとも思うし、夫婦で、あの、意見を揃えてほしいそこはすり合わせて。俺が行っていいのか、行っちゃダメなの。 うんまあ、だから、その、クミさんは来てほしいと、やっぱり、ちょこちょこ言うよね。クミさんは俺に来てほしいのね。うん、まあ、そうね。うん<ー>。ちょっと。いや、じゃないと、俺もその、カミさんをね、紹介するときに困るよ。カスガー家が、その、意見揃えてくれないと。<laughs> なるほどね。うん、あ、じゃあもうそちら二人で来る。もちろん二人で行くに決まってんだ、<ー>それは。じゃあちょっと、うん、やめてもらいたいね。<laughs> 怖いん、ね。なんで挨拶させてよ。なんでもう一人分見えない人のなんか食器とか用意しなきゃいけない怖いわ。いや、見えるよ、そら。い、うん、や、いや、人間なんだから、実体があるんだから。い怖いって。いや、そっちの方が怖いよ。実体のある人間を見えないって言ってんだから。実体はないんだよ。<laughs> でもなんかね、俺が思うのはね、うん、なんか、なんだろうな、うん、怖い。怖いって言ったのは俺。 いやね、怖いじゃんいや、あのね、足りない二人のライブの最後に、いや、これあの、俺ね、山ちゃん結婚したじゃん。で、あの、足りない二人のライブが結婚したっていう報道があってから初めて会う。おいい。で、あの、ライブのエンディングでプレゼントあげようと思って、ああ、結婚祝いみたいな。そうそう、あの、マグカップに、あの、りょうた、 U っていう、書いてあるマグカップを、エンディングでプレゼントしたのよ。で、プレゼントしてるところまでは何も思ってなかった。変なことしてることじゃないじゃん、プレゼントだから。もう結構かってあげて、その、りょうたって書いてあるカップを山ちゃんが見て、なんか、一泊あったのよ。あの天才、あの返しの天才が一泊あったって、なかなかないのよ。その瞬間に俺悟ったんだけど、ボケなきゃいけなかったんだろうね。 なんかそのライブの漫才を2時間弱ぐらいやった後に「両太優」って書いてあるマンカップもらってもこれはあのなんかどういうことなんだろうねみたいな話になっちゃってお客さんもあれ若林普通にプレゼントなんだみたいなでそれはいいのよカップあげて来したらさピンポンっつってさ家に来てささいやんも俺の神さんびっくりしててどういうことん 誰が何で、家に来たの家、家に、山ちゃんが来たんじゃなくて、お返しの、マグカップの、あお返しの品が品が、山里家から届いたの。ああ、なるへそ。うん。はい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 。そしたら、バスケ、バスケやってるとき電話受けたじゃん。バスケットボールに、正康って。刻印してある、バスケットボールと、あとバスケットボールバッグ。あの、バスケ部の子が、 あの、昭和の、そう思うてんのさ、あれにマサヤスって、タオルとか、美味しいビーフカレーとかも入ってたんだけど、で、俺ね、その時に思ったんだけど、ちょっと、神さんの名前入れろやって思ったわけよ。ほう。うん。見えてないのかなと思って。で、あと、なんか山ちゃんって、あの山ちゃんって、三次元、 三次元の大喜りあんま得意じゃないはずなのよ。ボールに名前入れるってなかなか、切れ味鋭いなと思って、あの、なんだろう、三次元、物ボケとか、山ちゃん怒るかもしれない得意じゃないって言うん何なのどっかんで三次元の大斬り、得意じゃないはずなんだよ。それはどういうところから言葉の天才。フィリップの大喜りすごいし、開始も文章すごいけど、 の大喜利は確か得意じゃなないような気がするんですよボールとかに名前入れるって言って、うん、でいやこんなこと芸人さんのね、うん、旦那に聞くのおかしいんだけどこれを考えたのは、うん、ちなみに君かっつって,て LINE で送ったら「うん、僕じゃないです」って書いてきた本当その瞬間俺は本当にとてもいい伴侶を捕まえたなと思って。うん <laughs> あのー、そのね、うん、その礼儀と大喜利を大いに伴侶から学んでほしいなと思ったんだけども、うん、<laughs> でなんかやっぱちょっとこう、うん、俺はね、うん、その奥様の名前入れたわけだから、両太、うん、言うと俺のかみさんの名前もなんで入れねえのかなと思って、ちょっとそこは引っかかってるけどね、うん、まあまあ、本当にいるならばね、かみ、うん、さんがね、おかみさんがで。これはもう押し問答よ、いる、いないの。いや、いないのよ。こ いや、も楽しくないというか、もう、怖いと思ってるよ。こっちだけどね。こっちは怖いよ。普通にさ、カメさんの名前売れないのもね、なんて言ってるのは怖いと思うよ。いやー、俺の方が怖いと思うけどね。俺の方がってなんだろう。だって、なんかその、ほんと人も奇妙な話、その世界よ。いや、そう、だからその順位と話してる感じよ、今。いや、こっちがね、こっちがよ。でもさ、俺、初めて、 あの、婚姻届もちろん書いて思うんだけどさ、あれって。さやめてくれよ、もう、なんだよ。いや、こっちのセリフよ。あれって、あの、同居した日または、結婚式あげた日って、書くらんなかった同居を始めた日もしくは、結婚式をあげた日。あれさ、春日って、結婚式もあげてないし、同居もしてなかったじゃん。そう。それで、な、何書いたの、あそこで。あれはね、 あの、書いてないかなそれか。書かなくていいの同居も結婚式も挙げてません。あれ何なんだろうねあれなんだろうねそう、だからさ、結構さ、国がさ、うん、同居した日と結婚式を重んじてるってことだよね。それをなんか知っときたいみたいな。あれはなんかこう、気持ちが通じ合った日、うん、気持ちが共鳴した日でもいいのにな。うん、気持ちを重んじる国だったらな、うんうん。まあでもそれはなんかちょっと形として見えないからさ、共鳴した日なんて、その、<laughs> 形と見えないから、それはもう、うだったらない、なくてもいいじゃん。あれさ、それで下の方にその他って書いてあるらんじゃん。その他なんかあったその,のん詳しいな、そうなんか、こうい,ういや、で、俺も書いたから書いたってなんだ、こういう話だな。いや、こっちの話なんだけど、<laughs> で、その他っていうところで春日は書いたのあのー、その他なんかあっと騒動ありました書くわけねえだろ、バカタレが。<laughs> なんで書かないと。だってそれは。<laughs> 書くわけで、わざわざそんなもん、国に申告するような話じゃないだろうが。<laughs> で、それをなんか残しておいてくれっていうことでもないし。あ、そうなのうん、書いてないよ。あ、書いてないのね。うん。書いてないその受付の人にはい、はい、ああ、なんか良かったですねって言われただけでさ。<laughs> <laughs> え、それ知ってたのかな向こうの人知ってたふうだね、全<ー>てやないけど。 ああ、で、でき、できるようになったんすね、みたいな。そうか、そうか、そうか。患者言ってただけで。なるほど、なるほど。それ別にね、記録として残すことはないから。でもね、あの、だから、その、婚姻届、婚姻届出して、なんか、その後電話すんじゃん、いろんな人に。電話したい。あの、伝えるじゃん。明日の、オールナイトで。ああ、で、山ちゃんに電話したのよ。 明日のオールナイツで発表なんだけど、つって。婚姻届出してさ、つって。そしたらさ、あの、ま、何人か先輩とかお世話になってる関係者に普通はするよ。電話させてもらったけど。先に、こうね、世間に出る前に。そう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 、そうじゃん、やっぱり。言っとかないと。山ちゃんもそうだったから。まあ私もそうでしたよ。それはね。あ、そう。いろんな人に、うん、連絡したよ。でもまあ電話出ないね、みんなね、やっぱりね。出なかったでしょ。 うん、まあ、まあ、まあ、出ない人も、まあ、いたね。ああで俺も、やっぱ、出なくて、うんうん、それで、電話したらさ、うん、山ちゃんにさ、うん、いろんな人電話したけど、一番驚いてたね。うん、まあまあ、そう、ほんうん、本当にした、したならね。いや、本当にしたのよ、だから。怖いな、お前は。い怖いことを言うなよ。<laughs> そこま、そこまで来たか。 いいややもう岡村さん超えてるよ余裕で岡村さん超えてるだろうなうん超えてるよあの人もさすがに電話するまでしてないでしょうんねっ見えるまではあるけどね言ってなねでこんなんか狼少年大ボケ少年っていうかさ大ボケ少年だよこんなのもう信じてもらえなくなっていつもボケみたいなこと言ってるからみたいなことでしょ結はいや大ボケ少年って言ってたからね何週間か前からさうん何を いや、そう、神さんが、うん、見えるようになった。見えてんだよ、こっちは。でそれはもう、そこまで来たかと思って、もう、もう、驚愕ですよ。どうすりゃいいの、じゃあ。いや、これ、どうすりゃいいのよ、これこっちのセリフよ、それは。いや、これはもう、ほんと、押し問答だ押し問答だよね。これはもう、誰かにさばいてもらわない。うん、1いないと無理だね、これはね。聞いてて楽しくないと思うよ、リトルトゥースも。いや、そうね。うん。うん、もう、これ以上、揉める気はないけどね。まあ、俺はほら。 まあ築地出身だからいやいや隣の町だろうやっぱり中央区に婚姻届出したんだけど夜にさ出すとしたらまあそうでしょうないや出すしたらじゃないんだよお前走ってんのかお前先週に引き続きずっちゃないようんこのどの部分でずはずってんなこいつ恥ずかしい私の話でもないさ別にさっちゃないあれ何婚姻届って何あれすごいのあれ何 知らないんだけど、すごい走ってんなわそんな言い方してないだろ。大丈夫かってもう、もう心配の気持ちよ。いや、なんかわかり、わかり、うん、なんか、だとしたら、すごい、なんだろうな、やっぱ浅井亮とか DJ 松永のリアクションと違いすぎるね。あの二人は言ってたよ。何よ。見えてたって本当だったんですねって。目を乱々と輝かせながら。どういうことなんだよ。えさ、うん。いろんな人に電話するけどさ、一番驚いてたの山ちゃんね。 まあまあ、山里さんだろうね、そらね。うん。それで、ちょっと、今、ちょっと山ちゃんに電話したことで一つ、さすがに良くなかったかなって後悔してることがあって、あの、神さんが一般人なわけじゃん、俺は。いや、もうそれ知らんけどね。うん、そうなのよ。一般人だから、なんだけど、今日の昼間、夕方に電話したの山ちゃんに。これ伝えなきゃで、 あの、山ちゃん出て、もしもし、岡ちゃんどうしたつって。山ちゃんさ、つって、あの、ちょっと、今日、オールナイトで、まあ、初めて、まあ、リトルツースにね、一番最初に言いたいから、あの、発表なんだけど、昨日、入籍してさ、つったら、ええほ、え、ほ、マジでみたいな。一番驚いてたのね。うん。で、そうそう、それで、なんか俺が、なんか、 あまりにも予想より驚いてきたから、うん、どうしようかなと思って、したら、うん、え、相手はって言うのよ。で、うん、そのなんかそこで魔が差しちゃって、うん、あの、相手なんだっけど、一般人なんだけど、相手はあの、うん、あの、山ちゃんと一緒でさ、あの、ちょっと、オールナイトまで待ってもらいたいんだよね、って言ったら、うん、山ちゃんも100を、 うん、承知したような、オッケーわかった、任して大丈夫、つって。もうなんか任さしちゃって。同じだからね。それで言えばよかったんだけど、オッケーオッケー、それは大丈夫任して任して、つって。じゃあ、放送楽しみにしてるね。まあまあ、今、あの、ラジコとね、ラジカセで両方聞いてると思うけど、あの、両方は聞かないだろ、両方。どっちかだろ、うそ両方。だからちょっと、引き返せなくなっちゃってさ。 だから、うんうん、想像してただろう。で、うん、で、電話来たと思ったのは、うんうん、これあれだなと思って、なんかその、あのー、伴侶の方ね、うんと、もうね、なんか誰かなとか喋っちゃってたら申し訳ねえなと思って、うん、でも今から電話して一般人なんでごめんって言いにくいしなと思ったまま今まで来ちゃったのよ。うんなんだこの話は。<laughs> えどうなって、<laughs> どこまでが、その、怖い話です。<laughs> どこまでがリア、なんだこの話は。 え、それはなんか自分の気持ち大切にしてほしいよ、うん。なんだ自分わた、私のってこと作文でちょうだいよ。<laughs> 今どういう気持ちなのよ三 <laughs> 年一組、春がとしあきくんは。ちょっと作文で、本当の気持ち聞かしてや。はい、ちょうだいよ、バカたれえー、今の気持ち、3年3組、春スガとしあき。うん テンポ上げてね。先週遅かったぞ、テンポ。<laughs> 今、若林くんと話していて、またいつもの感じで、家に神さんがいると言っていたので、聞いてみると、すごく、時間が長いなとっ ていました時間が長いと思っていたんだね。はい、はい。テンポ上げよう。いつもだったら、うん、そう、見えてるだけだろう。うん。僕が、うんうん、見えてるだけとか、本当はいないのに怖い話だなぁ、とか言うと、うん,うん、うん。別の話題に行っていたのに、うん,うん、うん。その先もずっと続けていたので、<laughs> う,んうん、<は>うん。僕は、だんだん、本当に、 怖くなってきました。<laughs> 怖くなったんだね。はい。うん。ただ、ただ、それでもなお、それでもなお、は、僕が、怖くなっているのを若林くんは、うん、わかっているはずなのわからないはずないよね。敏感な人だからね。うん、敏感で空気の読める。うん 天才なので、やめろ。かっているはずなのに、それでも続けるので、うん、僕は本当に神さんがいるのではないかというところになり、うん、石井ちゃんの顔を何度も見てしまいました。<laughs> 見たんだね。 で、石井ちゃんの顔見たらどう思ったのカズマ。ちゃんは、いつもと変わらず、そこに座っていました。座ってたんだね。なので、なので僕はまた、怖くなる怖くなったんだね。何らかのアクションをしてほしいのに、いつもと変わらず座っているので、僕は今、とても怖いです。怖いのね。はい。で、どう思ってんのなので、ちょっと、 したので <laughs> ただ若林くんは、うん、そういうのも、うん、その話す前に綿密に取材をするタイプなので、リアリティを出すタイプなので、うん、どっちなのかわかりませんが、うん、この話は、うん、今のところ、91、うん、で、うん、本 思っています。おしまい。春日くんね、今、あの、若林先生が、本当に入籍したんじゃないか、結婚したんじゃないかっていうのをね、9対1。9! 本当に入籍したって思ってんだよね。はい。春日くん、それはね、はい。10にしてください。行ってきなさい。わー どうやってんだよえいや、そう。や、はめられたよ。うはめられたねいや、はめたわけじゃないんだけど。いや、発表、ラジオオールナイトの前に、お世話になった人には連絡しようと思ってて、だから当然、春日と飯塚にはやっぱ伝えてない。<laughs> なんでだよ <laughs> いや、ズカわかるよ。昨日今日だろこの男が入ってきたの。<laughs> いや、昨日今日じゃねえよ。ライブて伝ってくれたり分かってるよ。いやいや、その、ね、オールナイトに入って、うん、昨日今日、なんで一緒なんだよ、ズカとよ。うん、こんなもん、こんなもん、日テレの16回いるだけの男だよ。<laughs> 16回で作業をしてるだけの男だいつ行っても。<laughs> うん、<laughs> どうも。やっぱりあの、石井ちゃんと制度さんには言ったよ、うん、それは、ね。ヒには言わないね。お世話になってないから。なんで広ロと同列なんだよ、私は。 ヒロシだけに言ってないったら分かるよ。ヒロシとイズカとカスカにはそれ言嫌ないなんで一緒なんだよひ <laughs> <laughs> なあんなもんと。あ<ー>えー、そうなのよ。どうなってんだよ。オードリーのオールナイトニッポン。